今回この動画でやっていきたいことは WizD から発売されているネオジムマグネットタイプ、マグネットホルダーですね。マグホとかマグネットローダーとか言われますけれど、そのうちのサイズが 67×93mm です。他にも種類があって 65×90mm、 遊戯王の二重スリーブとか三重スリーブですかね、ギリギリ入るかなっていうところですね、スリーブの種類によっては。あとは遊戯王サイズの二重スリーブ帯ぐらいの 63×89 も売ってるんですけれど、まあ、マグホでね検索すると平均でよくあるサイズが 64×89mm 帯だと思うんですよ。ポケカサイズが一重スリーブのインナースリーブで入るか、遊戯王サイズが二重スリーブぐらいで入るかっていうサイズが定番の内寸サイズになるんですけれど、こちらはね 67×93 なので、キャラスリーブの定番のサイズの 67×92 も入るんじゃないかなっていうところを試していきたいっていうのと、ポケカを二重スリーブにして入るのかっていうところですね。ワンピースカードとかギャザリングとか 63×88mm 帯のね。それでは早速このケースに入れていきたいんですけれど、その前にですね、スリーブですね。スリーブ今入れてるのが角丸の 64×89 ですね。アマゾンランキングのスリーブでね、スリーブ部門で1位とかによくなってるスリーブですけど、 64×89、 3R っていうのはこの角ですね。角が 3mm 半径の弧になってるってことです。そして 50U になってるのが 0.05mm ですね。なのでそちらのスリーブの上にハードスリーブですね、 66×91 もしくは 66×92 ぐらいまでのサイズ帯ですかね、定番の二重スリーブのサイズになると。この TCG ハードは 66×91.5mm です。なのでアンサートレカプロテクトの 91mm よりは 0.5mm 長いので、こちらが入ればトレカプロテクトの方も入ります。のでこちらで試していきましょうか。スッと入るのでね、この TCG ハードとか2mm 差ぐらいあると入りやすいですよね。インナースリーブについてはね、マグホとかに入れてコレクションとかにするんであれば、角が丸くなくてもね、透明度の高い KMC のサードインパーフェクト、横入れとか縦入れだったらパーフェクトサイズとか、横入れのアンサーさんの横入れだったら横入れジャストタイプのトレカプロテクトでもいいと思うんですけれど、一応全部このハードとかさっきのトレカプロテクトの 66×91mm 帯には入ります。全部入るのでどれを選んでもいいんですけれど、まあ、透明度で選ぶんだったら KMC が一番高いですね。透明度は角丸は若干白みがあるので、まあ、スキブスキがあるかなと思います。プレイ用だったらねこれすごく人気なんですけれど、それでは入れていきましょう。現状なかなかないですよね、二重スリーブポケカサイズとかをできるっていうのが。お、 OPP 袋ちゃんとかぶせてくれてる、すごい親切。ってことは OPP 買わなくていいんだ。そうだね、高い WizD のケースとか買うと OPP ついてましたね。そういえばこのちっちゃいのでもついてるんですね。ここ3枚層になってるんですね。中央にプレートがあって枠があって、それを磁石で挟み込むっていう形のマグネットホルダーになります。こちらに置いてるのがホビーベースから発売されている UV のねカードフレームになるんですけれど、こちらはポケカをね二重スリーブにして入るサイズになります。ただね、素材が PC なので、こちらアクリル製なんですね。なので UV カット率とかがね若干変わってきたり、透明度、横向けた時に若干青みがあるんですけれど、 WizD の場合はね透明度が高いアクリル製なのでね、まあ、そういう差があるので、まあ、価格差もね結構変わってくるので、
まあ、好み分かれるかなっていうとこなんですけど、まあ、コスパで選ぶんだったらこちらでもいいですし、まあ、アクリル製の方がいいなとか、透明度高い方がいいなっていうのであれば、このネオジムのね、マグネットケースでもいいと思います。それでは、入れていきましょう。うん、入りますね、ちゃんと。はみ出すことなく。上がね、91.5mm 体で、こちらのサイズが 93mm なので、まあ、大体1ミリぐらい空いてるかなっていう感じですかね。サイドはほとんど余白なく、ぴったりっていう感じでね、収まると思います。はい。せっかくね、この OPP 袋ついてるので、自分でわざわざ買う必要もないですけれど、もし破れてしまったりっていう時にね、まあ、参考になるように、サイズ帯分かってた方がいいと思うので、まあ、やってみるとですね、この 8×12 センチですね。T の 8×12 が入るかなっていう感じだと思います。このサイズ帯がぴったりですね。8.5 だとでかくなるので、8×12 体でぴったりだと思います。市販で買えるサイズであれば。こんな感じになりますね。後ろがテープ部分がここぐらいになります。なるほどですね。この、ホビーベースから発売されてる方は、8×12 は入りません。8.5×14 の方が必要になるので、まあ、そこら辺はね、同じじゃないよっていうところ、伝えておきたいところなんですけれど、まあ、あとは、この 67×92mm 体ですね。それもこちらに入るのかっていうところですね。ホビーベースの方にはね、このキャラスリボン入ります。ので、キャラスリーブをね、よくお使いの方にはね、ちょうどいいサイズになると思います。カードを入れた状態で入れていきましょうか。さっきよりね、横幅ぴったりですね。ちょっと画像だとね、動画だと分かりにくいと思うんですけれど、まあ、上が先ほどと似たような感じですかね。1ミリぐらい空いていて、もう横幅は本当にさっきより狭いというか、もうぴったりですね。こちらはね、ブロッコリーのキャラクタースリーブになるんですけれど、67×92 なので、そういうサイズ帯であれば収まります。もちろんね、メーカーさんとか個体差とかで横幅入らなかったりっていうことはあるかもしれないので、まあ、その点はね、ご容赦いただきたいですけれど。あとは、ポケカですね。ポケカで言うと、デッキシールド、公式のデッキシールドも入るよっていうところは、やっておいた方がいいかなと思うので、入れると、縦が1ミリぐらいですね。横も大体1ミリぐらいですかね。ポケカの公式キャラスリーブのね、サイズ帯が約 66×92mm 体なので、この 67×93mm に対しては、縦幅も横幅も大体1ミリぐらい空きますよっていうことですね。まあ、こんな感じに収めることができますってことです。なのでポケカとかね、ワンピースカードとか、ギャザリングとか、デュエマとか、まあそこら辺のサイズ帯を収めるのであれば、このミズリーから発売されているネオジムマグネットタイプっていうのもおすすめの一つではありますけれど、まあ、ウィズ D さんからはね、他にもフループロテクトスリーブ R サイズに適用したやつとかもあるので、フループロを使うんであればね、そちらの方がいいかもしれません。二重にね、二重ケースにして入れることができるので。他にも色々あってですね、PSA 鑑定ホルダーサイズであったり、ARS 鑑定ホルダーサイズであったり、色紙サイズであったりとか、いろんなケース扱ってるので、一度覗いてみてくれてもいいかなと思います。概要欄にね、リンク、ウィズ D のリンクは貼っておきますので、そちらから飛んでくれたらいいかなと思います。ポケカで言うところのね、4枚組の V ユニオのね、カードを入れれるようなケースも売ってます。これはね、中にフルプロテクトスリーブ R が4枚入ってて、それを
アクリルケース、ウィズリーのアクリルケースで包んでいるっていう形になります。のでね、まあ、4枚セットのカードであったりとか、まあ、4枚何かしら関係するやつ、ポケモンで言うと四天王とか、ワンピースで言うと4個とか、入れてみてもいいかもしれませんね。まあ、こういう風なケースもあるので、まあ、いろいろレパートリーありますのでね。あとはカードじゃなくても、チョコシールとかね、そういうサイズも扱ってるので、まあ、よかったら覗いてみてください。ということでね、今回一番伝えたかったのは、20スリーブでポケカサイズ 63×88mm 単位のね、レギュラーサイズのカードを入れれる硬質ケースはこういうのがあるよっていうのをね、伝えたかったんです。今のところね、このホビーベースのマグホか、ウィズリーから発売されてるこのネオジムマグホですね。このどっちかかなと思います。20スリーブで収納できるのがね、まあ、今後いろんなね、メーカーさんから発売されるかもしれませんけれど、まあ、今のところこの2つがね、使いやすいサイズかなと思います。ということでね、今回の動画は以上になります。ご視聴いただきありがとうございました。